ギムザ染色を用いた人の男性の角型 G 分、染め法は、凝集した染色体を染色し、角型を可視化するために、細胞遺伝学で用いられる技術である。染色体のセット全体を撮影できるようにすることで、遺伝病の同定の際に有用である。中期の染色体をトリプシンで処理で、部分的に消化し、ギムザ染色を行う。 アデニンとチアミンの割合が多く遺伝子数が少ない傾向にあるヘテロクロマチン領域はより濃く染まる。対照的にグアニンとシトシンの割合が多く転写が活発に行われるユークロマチン領域はあまり染まらず明るいバンドに見える。染色体の各案はセントロメアからテロメアまで番号が付けられており、これにより染色体上のすべてのバンドは1位に定まり、 正確に記述できる。G 分染め法の反転は R 分染め法により得られる。各染色体に特有の明暗のパターンがあるため、染色体点座等の染色体以上を同定するのに用いることができる。単一の色で異なる染色体を区別することは難しいため、単純な染色に基づいて染色体を同定し分類することは困難である。そのため、 染色体上にバンドを可視化する G 分染め法のような技術が開発された。これらのバンドは相当染色体では見た目が同じになるため、同定はより簡単に正確にできるようになる。染色体の凝集度が少ないと G 染色でより多くの帯が見えるようになる。これは異なる染色体は中期よりも前期の方がより異が明確になることを意味している。 他の文章名法には以下のようなものがある。ありがとうございます。